それでは 2A3 シングルアンプの制作第1回目スタートしていきたいと思います。まずシングルアンプという単語、皆さんご存知でしょうか。シングルアンプの対義語はプッシュプルアンプになります。この2つの違いですね、簡単に説明するのはなかなか難しいですので、またご興味のある方はウェブ等で検索していただければと思います。今回はより構成がシンプルなシングルアンプ、こちらを作成していきたいと思います。そのシングルアンプといいましても、ここに大きく3つパートが書かれています。電圧増幅部、電力増幅部、電源部とあります。そしてその中の作り方ですね、構成もそれぞれいろいろございます。それからこの電圧増幅部と電力増幅部をつなぐつなぎ方、これも対別して直結するのか、それからコンデンサーと抵抗を使って結合する CR 結合なのか、こういうふうにバリエーションがいろいろあるんですけれども、今回はまず一番シンプルで、一番スタンダードですね。スタンダードと言われている電圧増幅部では三極管が2個入った真空管、これをパラレルに使うパラ接続ですね。そして、電圧増幅部と電力増幅部の間はコンデンサー抵抗を使った CR 結合、そして、2A3 を使うということですから、電力増幅部は直熱三極管、これを使うことにしたいと思います。そして、電源もですね、ダイオードを使って、交流を直流に直す方式、ダイオードブリッジ整流、それから真空管を使った整流管と呼ばれる真空管を使った方式、これがあるんですけれども、よりオールドスタイル、スタンダードな整流管を使ったやり方、これで今回は設計していきたいと思います。で、その後にですね、この電圧増幅部と電力増幅部のつなぎ方をですね、コンデンサーを使わない直結回路にする、俗にロフティンホワイトと呼ばれているようなつなぎ方だと私も思うんですけども、ちょっと自信がございませんが、この直結するやり方っていうものに改造していきたいというふうに思っています。で、この後のですね、制作の流れです。今日お話ししているのはラフな設計をしていきたいというふうに思ってます。その後部品を購入してケースを加工して、それから部品を取り付けて、その後いろいろな場所の電圧を測って調整します。で、その後先ほど申した通り、電圧増幅部と電力増幅部の間のコンデンサーを使わない直結の改造、こういうふうなものを行っていきたいと思ってます。で、ラフな設計をするということなんですけれども、これをですね、順番に説明しながらやっていくと、非常に時間がかかってしまいます。なので、今回は大変申し訳ないんですけども、まずこの回路でスタートさせてください。で、この回路ですね、いろいろ抵抗が使われている、コンデンサーが使われている、その値がいろいろ決められていますが、なぜそれらがそういう値になっているのかというのは、これから作っていったり調整をしたり、また、ここですね、このコンデンサーを外すんですけれども、電圧増幅段と電力増幅段の間を直結化する、そういう改造をしていく中で、どうしてこういうふうな数字になってるんだろうということは、おいおいご説明する機会があると思います。そういうふうな実際の作業の中でやっていく方が、皆様のご理解にもつながるんじゃないかと思いますので、まずは大変申し訳ないんですけれども、スタートとしては、こちらにあるようなラフな設計で進めていきたいというふうに思ってます。これ私も机上で書いたものですので、これでうまくいくかどうか全く自信がございません。まず作り上げてみて、それでですね、いろいろこの想定と違うところが出てくると思いますんで、そんな中で調整しながらですね、いろんな計算をして、また部品を入れ替えてということになると思うんですけども、その、プロセスで皆さんにも、あ、
なるほど、ここの抵抗の値はこういう理由で決めてるんだなとか、ここの電圧っていうのはこういう理由で決めてるんだなとか、まあ、そういうところが共有できればなというふうに思っています。それではこの回路図に従って早速制作を進めていきたいと思います。